一般人と伝説的ギタリストの違い。一般人、しっかりドラムを聴いてリズムがずれないように、よし。伝説的ギタリストそんなドラムに合わせたジャストな演奏をするなら打ち込みでいいよ。しっかり全体のグルーヴを感じ取って自分の中のリズムを。ちょ、みんなミスらないで。